ブリスカビカは第二次世界大戦中にポーランドのレジスタンス組織の一つでロンドンの亡命政府の指揮下にあったポーランド国内軍が独自に設計、製造した短期間銃である。なお、ブリスカビカは日本語における慣用表記でポーランド語としての発音はブーイスカビザに近い。この銃はポーランド国内におけるハンナチスドイッツのレジスタンス、闘争用に設計された。 短期間銃である。1943年4月に設計が開始され、同年9月に試作品が完成し、量産体制が整い、ポーランド語で稲妻を意味する、ブライスコイカと命名された。イギリスのステンガンの基本構造に加えて、折りたたみ式重症や断層の挿入方向などドイツの MP40 も参考にして設計されている。作動機構は、 構造の単純なシンプル、ブローバック方式とオープンボルト撃発を採用しているが、ファイアリングピンはボルトに固定されておらず、MP40 と同様に独立している。弾丸は QX19mm パラベラム弾を採用し、弾倉は MP38、MP40 のものを流用しており、ドイツ軍からの路角や闇購入を前提とした装備だった。 1943年から1944年にかけて行われた嵐作戦と1944年8月1日のワルシャワ放棄にて上記の国内軍やケリワによって使用された。ありがとうございます。